いちゃん。はい。俺。ほら。さなぎアドベンチャーフィールド。ランク乗れるって。おお、これ？そう。300？ そう。おお。まだ納車待ちだけど。本当ですね。じゃあちょっと早速乗ってみましょう。はい。どんな感じなんでしょうか。あ、そうだね。さあいよいよ。いよいよ。ぜひ、はい、来ましたよ。友人、恋人、ご家族。じゃあお待たせしました。アングラスマーケットにお立ち寄りと販売予定とのことです。でギアを入れると、まあ、上からとフロントが長いので両サイドが見やすいよという広角のレンズがカメラになっていて、これがあの巻き込み防止で切ると、普段はちょっと上から俯瞰な感じなので切って内巻きしないようにカメラになってる。見やすいですよね。すごい。よくスーパーとかでパイロンとか踏んじゃってる方とか見えますが、で今度はもう助手席から見ても今何があるのか前見えないんですが、ちゃんとこれが見えるので障害物がないかなとか確認しながら走れます。で普段はですね、この GRS のスポーツですとこうスポーツとかコンフォートとか選べるんですが、ハンドルの重さとかアクセルレスポンスまで変わってきます。でボタンをこちらのボタンを押すと MTS マルチテレインセレクトって言ってオフロードのモードになって、ダートとか砂漠とか泥とか深い雪が走れるように。でもオートで本当に勝手に車が賢く考えてくれてるので、今日はオートでも行けちゃいます。で今ここにちょっと行きます。ローラーの上に乗ったので空回りが始まるんですが、よいしょ。そうするとここ滑ってるよってブレーキかけてくれるんですが、あのハイレンジはダートとかを気持ちよく走らせるためにあんまり強い脱出力は出さないんですね。その代わりアクセル踏むと力が出てビュンビュン走れるよっていうものなんで、今ブレーキをかけてる割には脱出が死ににくいよと。でここからローにします。ローにするとオフロード用のギアになって、おおよそですけど3倍ぐらい漕ぎやすくなって L4 ってなって、ちょっとこの岩のモードも出てくるぐらいよく走る脱出できる機構になってるので、アクセル踏んでいくとブレーキ効いた瞬間に車が前に脱出ができるようになりました。で60センチの丸太ですね、走っていくとすげえ傾斜、まだ30度いってないんで全然平らみたいな44度までいってますよね。見やすい表示で今度はモーグルになってまして、ここもあの基本的にはトラクションコントロールでいけてしまうんですが、すごい、せっかくなんでトラクションコントロールいってみます。タイヤが浮いたらここでスリップを止めて走らしちゃいます。でさらにですね、センターデフと前後のデフをロックする機構が GR のスポーツにはついているので、今センターとフロントがロックされて、リアもロックして、もう4つのタイヤ同じ回転になりました。そうするともうスリップしなくなっているので、どっかのタイヤがしっかりグリップがあればスイスイと進んでいっちゃいます。でただ4つのタイヤ同じ回転だとカーブが曲がれなくなっちゃうので、すぐ解除してあげないといけないので、ちょっとポイントがあります。ディーゼルのちょっと静かだと思います。あ、すごい階段になってる。はい、こちら階段で一度ハイレンジに今戻したんですが、ハイレンジだとクリープ現象で行こうとすると押し返されて登っていかないですね。でこれ頑張ってアクセル踏めば登れないこともないんですが、あの人と一緒で何本もあの重たいギアで走ってると車もバテちゃうの で、うん、でオフロード用の車はローレンジっていうのがついてまして、ローがあると何も踏んでないんですが、クリープで登り出しちゃうぐらい力がよく出てます。で全体重かけると止まっちゃうんですが、ここからアクセル足し上げるとスイスイと。で例えば止まってもクリープが強いので落ちていかないですね。でアクセル踏めばスイスイ。こちらフラットです。でバックギアも強いので余裕で戻っていきます。あとはあの慣れてない方とかだとクロールコントロールといって自動で車がアクセルとブレーキやってくれるので、今回も何も踏んでないんですが上手に走ってくれます。すごい。
下りもゆっくりブレーキかけながら降りるので、おおここに坂が出てきて、ローだと1キロ、うん、1キロ、2、3、4、5と上がって、すごい、はい、というような体験になります。あっという間でしたが、ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。